アルファ、こんにちは。DJ ソワライズメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。はい、今回もなんですが、バックフェスバイのカウントダウンガチャ、シリーズハッピーラッキー装備召喚やっていきたいと思います。今回なんですが、ファイナルファンタジータクティクス回していきたいと思います。毎日更新、全シリーズ回していきたいと思います。見てくれた皆さんありがとうございます。それでは行ってみましょう。本日はファイナルファンタジータクティクス。なかなかイベントが来ないので、ここで未所持をゲットしたり、スタメンメンバーを強化できるように、いい引きをできるように頑張っていきたいと思うんですが、どうなるでしょうか。さあ行きましょう。ダウンロード来ましたか。ファイナルファンタジーレコードキーパー、がっつり毎日更新頑張っていきたいと思うんですが、さあ来ました。シリハピカウンターンガチャ行きたいと思います。いいですね。狙うは何でしょうか。特に欲しいものパッと浮かばないんですが、未所持であれば何でもいいんじゃないでしょうか。まあ、ラムザ、オルランド、アグリアス、オベリアちゃん、この辺りはかぶりでもレンドアップでいいんじゃないかなと思うんですが、おミラボ来てるね。ありがたい、ミラボありがたいですよ。普通にオバフローギとかでもレンドアップはもう大当たりだと考えていきたいと思います。お、魔法系誰なんだろう。未所持っぽいかな、ちょっとわかんないんですが、さあ見ていきましょう。誰でしょうか。お、マラーク覚醒だ。おお、これは熱いんじゃないでしょうか。マラーク覚醒来ました。敵単体15回連続、強力な雷、闇、無属性、魔法攻撃、雷属性2段階ダウン。へえ、面白い。待機なし、自身の雷属性待機なし。へえ、もう一回放つ。なんか普通に強そうですね。ありがとうございます。マラーク出ました。はい、バックフェス前のカウントダウンガチャシリハピファンタジータクティクス、いい結果だったんじゃないでしょうか。一応ノーマル装備召喚も忘れずにいきたいと思います。皆さんも忘れずにいきましょう。もう結構忘れちゃうのでね。さあ行きましょう。ありがとうございます。でここからなんですが、毎度恒例のシリーズキャラクターチェックワンツーしていきたいかなと思います。気になる方はこのまま続けてみていただけたら嬉しいです。はい、それでは行きましょうか。パーティー見ていきましょう。ファイナルファンタジータクティクス、まずはスタメンからの紹介。ラムザ、オーランさん、オベリアさん、アグリアスさん、オルランドゥさん、でこちら並べてます。見ていきましょう。ラムザさんから見ていきましょう。英雄神器はしっかりゲットしてるんですが、持ってコンプしてますね。はい、シンクロとかの連動はどうでしょうか。あー、マックスいってるね。マックスいってますね。学生は連動1。オバフローギ1ですね。チェイン。あとは連動アップのものはないですね。マテリアも、あ、マテリア未所持ありますね。マテリア未所持がありですね。この辺狙っていきたいところではあります。ラムザさんでした。オーランさん見ていきましょう。現状僕は、物理バフをオーランさんに頼ってる状態ではあるんですが、そろそろオーラン卒業する予定でいます。粘土は3ですね。覚醒は2回使えるようにしてます。マテリアは、お、白魔法アビリティ、あー、なるほど、白魔使わないからあれなんですけど、まだコンプできてないですね。ラムザさん、オーランさんともに必殺技は持ってて、マテリア未所持ありと。オベリアさん見ていきましょう。オベリアさんバーストですね。これはレンズで交換できるので射程圏内ではあるんですが、シンクロもレンド3、覚醒もレンド3、マテリア持ってますね。オベリアさんもコンプちょっと目前という感じですが、アグリアスさん見ていきましょう。アグリアスさん未所持ありますね。バースト超必殺2種ですね。覚醒はレンド1、シンクロは1、オバフローギは3、エビトブレコバフ3ですね。マテリアを持っている。こちらも結構コンプはレンズで狙える射程圏内ではありますね。オルランドゥさん見ていきましょう。オルランドゥさん、お、シンクロですね。闇シンクロ、闇血が使えるやつですね。このシンクロが未所持。新奥義レンド1、オバフロ奥義はレンド1、覚醒レンド3、シンクロレンド1。意外とあれですね、かぶりはなしですね。はい、シンクロのみという感じです。他のメンバー見ていきましょう。ディリータさん、ディリータさんなんですが、覚醒
超絶オーバフロー奥義、美少女は結構いっぱいあります。マテリアはこんな感じです。はい、ムスタディオ見ていきましょう。バースト超必殺、美少女はまだまだあります。ガフガリオンさん、ガフガリオンさんは覚醒シンクロ持ちですね。美少女はオーバフロー奥義、超必殺、バースト、マテリアも持ってますとラファタン見ていきましょう。バースト超絶ですね。マテリアは持っていると。マラークさん、さっき出てくれましたね。魔法攻撃タイプ、バーストで覚醒さっき手に入れたので超絶、超絶という感じなんですかね。味方先生、魔法バリア、おーで、こう、まあ、もう魔法棒一定時間ダウン、おー、なるほどね。ヤバヒもかけられると。バースト見ていきましょうか。一定時間魔力&魔法棒、もうデバフ結構ついてますね。なるほど。ちなみに超必殺は攻撃、魔法防御、ダウン、ダウン。こっちは魔力、結構デバフちゃんですね。さらにこれだと6回連続攻撃プラス2段階弱体、ちょっと面白い。これは何でしょうか。あ、弱体だ、雷弱体専門家だ。なるほどね、ちょっと面白いっすね。マラークさん面白い。メリアドール見ていきましょう。マテリアこんな感じで、超絶のみですね。はい、マッシュさん見ていきましょう。バースト戦技2種で覚醒持ってますね。マテリアこんな感じ。モンブランさんマテリアこんな感じで、覚醒バースト超絶ですね。アルマさん見ていきましょう。アルマさん超絶2種、マテリアこんな感じです。はい、そんな感じでファイナルアタッチタクティクス、いや今回覚醒、マラークさん結構ノーマークでしたね。結構面白い。マラークさんのちょっと専用アビちょっと見てみたいなと思うので、このタイミングで見てみたいかなと思います。どんな効果なんだろう。毎回弱体とかだったら激アツっすよ。さすがに、あ、千アビまだ出てないんですね。伸びしろめちゃめちゃいっぱいありますね。タクティクスイベント来た時にこれ化けますね。弱体系来そうな感じするんですが、はい、まだまだファイナルアタッチタクティクス、これからどんなイベントが来るのか楽しみでしょうがないんですが、オルランドゥ D 角とかラムザ D 角、アグリアスさん D 角、この辺、あとオーランさんのね、新しいバフ系の覚醒とか、覚醒2来たりとか、 D 角来たら結構化けるんじゃないかなと思うんですが、タクティクスイベント楽しみに待ってます。 DJ ソバライズメロージャム TV、 ファイナルアタッチレコードキーパー、毎日更新コンスタントにやってますので、ライブの方も遊びに来てくれたら嬉しいです。こちら爆ヘスカウンターンガチャですね。こちらのシリハピカウンターンガチャは毎日更新、全シリーズ回しますので、気になるシリーズ見てくれたら嬉しいです。モチベーションアップになりますので、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。サンキューマハロー。